はい、こんばんは、簡単なギター教室へようこそ、講師の竹下敦です、皆さんね、大好きだと思われますが、ディープアップルさんのね、スモークオンザウォーターですね、これ実はね、私今までコピーしたことがなくて、先ほどライブの映像を見ながらね、ちょっとコピーしてみました。まずはね、リッチブラックモーというとストラトキャスターなんですね。ストラトキャスターでスキャロップというね、この指板のところをえぐってあるようなギターを使っています。これ何がメリットかと言いますと、上の方でみたいなフレーズを弾いた時に、さほどピッキングしなくても音が出るようになっています。理屈としましては、僕のギターなんかだとそのまま、えぐってなわけですね。彼のギターですとピッキングしなくてもっていうのが簡単に音が出るようになってます。その分早く弾いたりすることがね、簡単になっています。スモークオンザウォーターですが、まずフロントのピックアップで弾いてみますね。当然ストラトとレスポールの違いがあるんですが、これはあんまり雰囲気が出ません。でここでリアのピックアップにしてみましょう。このスイッチを使ってね、リアのピックアップを使ってみます。こんなような音になります。で重要になるのが、この薬指でのミュートです。はい、どのようにミュートするかと言いますと、ちょっとじゃあ手を 見せますね、この時これはまずいいですね、6弦と5弦のパワーコードで、この時にこの薬指で6弦をミュートしてください。そうしないとこうなっちゃいます。こうなってるね、若い学園祭なんかでの、ギター機室見るんですけど、何がいけないかというと、ミュートができていないからなんですね。こうミュートしてしまえば簡単です。難しく考えることはないです。単純に5、4弦を弾くときに、この2本だけを弾こうとすると難しいですから、この薬指で6弦をミュートしたままジャンプします。そうすれば割とアバウトに弾いても、となります。これの応用としてね、44マグナムさんのストリートロックンローラーという曲があります。この曲ね、大変激しい、まあヘビーメタルなんですけどね、すごく高度なことやってます。こういうふうにね、2本のね、パワーコードで弾きます。こういう感じです。この時に、やっぱり歯切れが良くなきゃいけないんですね。その時に6弦も開放のまま鳴らしてしまうとこうなってしまいます。
ですが、それよりはこの2本を押さえたまま6弦をミュートします。それでできるだけ歯切れよく弾きますね。パワーコードで弾いた場合にこの指でゆっくり弾いてますね。これがまず基本です。で、だんだんと速くしていって、これが、実際の速さになるとこうなります。というところまでは意外と簡単にできます。それはね、まずゆっくり練習することです。ゆっくり一音一音を弾いていけば必ず今ぐらいの速さまではいけます。今回ね、ご紹介したのは薬指でのミュート、これはね非常に重要です。薬指というのはね、押さえるだけではなくてこういうふうにね、という時にも使うんですが、薬指というのは意外と器用なんです。ですからね、ミュートをするときに、ミュートね、こういうふうにね、この指でミュートすること。で、ここでちょっとニュアンスをつける。みたいなね。こういう練習をすると、すごくね、ノリも良くなると思います。ぜひね、取り入れてみてください。これ本当に簡単ですから、このギター教室ではね、簡単なことしかしません。今日ご紹介したのはね、ディープパープルさんを元にして44マグナムのね、ストリートロックンローラーまでご紹介しました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。